昨日ですね、小湊温泉ですね、鴨川市の小湊温泉に宿泊しまして、その翌日ですね、帰りがてらに大山千枚田と濃溝の滝という場所にね、行こうかと思っております。今カメラマンはですね、私の母親でございます。なんかね、大山千枚田が今日は閉まっておりますみたいな Google ナビで書かれてたんですけど、千枚田が閉まってるってのはどういう感じのことなんでしょうね。まあちょっととりあえずそこまで遠くないんで行ってみまーす。デイ、あー楽しいですね、千葉県の知らない土地のドライバー楽しい。天気が微妙、そろそろ着きまーす。のどかな道ですね、本当に。着きました。やってましたね、普通に駐車場が開いてました。ここだとあんまり見えないんで、上の方に、展望台があるのでそちらに歩きます。はい、どうですか、この辺は結構千枚田が見えますけど、田んぼが夜になるとライトアップされるみたいで、ここに明かりがね見えますね。上に着きました。見てください、圧巻でしょう、すごいですよこれ。ずーっと奥まで、ずーっと奥まであるんですよ。こっちもずーっと奥まであって、この辺までありますからね。千枚田出ました。綺麗でしたね。また夜のねライトアップされた状態もぜひ見てみたいですけどね。ではこの後濃溝の滝に向かってみます。 Google ナビ最高ですね、こんな道を選んでくれましたよ。もうすごいな、下手したら指導に入っちゃいそうで怖いですよこれは。動画には残せなかったですけど、本当にね、細い道、すれ違いのできない道、民家の、まあ、本当、市道なのかな、あれ、っていう道、行きましたね。いやー、すごかったー。もうちょいで、大きな道にも抜けたので、もうちょいで着きますね。着きましたー。以前、休日かな、休日にここ通った時はもう、車が溢れるぐらい混み合ってたんですけど、平日なんでさすがに空いてますね。では滝を見に行きます。34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43、空気がうめえわ、空気がうめえですよ。風もなくなって穏やかで過ごしやすいですよ。ほんばてはい、濃溝の滝に着きました。あんまり見えないですね、あまり見えなくて、こんな感じで今ね倒木が突き刺さってますね。幸運の鐘があったので鳴らします。あ、うるさいですよね、うるさいですよね、ごめんなさい。そしてもう一つすごく有名なのがこの亀岩の洞窟ですね、あちらに見えております。下から見るとまた
すごいので下に行きます。着きました。なんか前はねここ行けてたんですけどね、奥の方行けてたんですけど行けなくなりましたね。あの正面からの角度取れないんですけど、どうなんだ。まあ、確かにあのこの時期は危ないですね。下が凍っちゃってるから奥には行けないようになってるのかもしれない。これです、これです。こんな感じで有名みたいですね。インスタ映え、ジブリの世界とこういう感じになるらしいですよ。あの滝や洞窟だけではなくこの遊歩道の世界観も結構いいですね。そしてこの長くて素敵な遊歩道を歩いて駐車場に戻る感じですかね。これ無料で見れるってすごいわ。本当にすごい。やはりあのこういうのはですね、時期だとか時間だとかあの写真の上手な方が撮らないとなりませんね。現実はこうもいきませんよ、私のような素人だと。はい、濃溝の滝を出まして、近くの道の駅に泊まりました。なんかもう濃溝の滝がメインというより亀岩洞窟の方がメインな感じしましたけどね。ではこの後は帰ろうかな。帰りますわ。帰りましょう。本日行かせていただいた大山千枚田と濃溝の滝は何度も行ってますけども無料で見れますんで、土日祝日はねおそらく行かない方がいいぐらいな気はしますね。そこまで大きな規模じゃないんで、あれで混み合ったらね写真撮影とかも最悪かもしれないです。なのでまあ旅はね平日に行けたら平日がおすすめですね、やはりね。またこういったいろいろな県のおすすめ観光スポットがあったらご紹介させていただきますので、またどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。